はい、今から何 Z ちょっと Z を見に行く。 Z ここ新しい Z を、はい、もう完全お披露目なんですよ。ああもう出とな。ああ GR ヤリスな、一番端っこなんやな。あれ、いやいや、トヨタ社長が、トヨタ社長がもう、今トヨタ社長がね、今もううろうろして、あ、何 Z 見に行ってはるの？Z 見に行ってはるの。しみちゃん、はい、行こう俺らが Z 見に行くタイミングでトヨタ社長がそうちょっと待って、これ並んどるっすよ。おら全然トヨタだけないんで、ポリスは並びなのかな。そうやな最後尾5分待ち最後尾5分待ちトヨタ社長が顔で、あ、わかります。Z をね、新しい Z を待ってます。こっち側からいいアングル取れるか、魅力を今聞いてたんですけど、まずちょっと言いにくいところで Z34 っていうのは、なんで Z35 またそこから、はい、そこから来たんですよ。なんで Z35 じゃなかったのか。僕でも、いや、業界の会長に相談したかったんですけど、はい、そこら辺はお客さんのためにもう考えると、やはりこう FR スポーツの復帰を消したくなって
お客様に魅力ある値段ですとか、まあ、考えると、実は暑さっていうところにも、根本的な問題まで含めてるってことで、確かに変えた方が見やすいのかな。なんか思いついて、何の話聞いたんですか。まあ、ということです。この、やっぱり何だかというと、今の、負けないって言ったね。負けないって言ったね。そうです。こういう車とか、さっきの、車で行くのは、車で行くのは、スバル行くのは、思ったのいろんな中のスペースがある。いろんな取り回しの良さとか、みんなの考えが、優先で下がる、うん、だから弊社だったら終わるんですよね。はい、これをやっちゃっても、本当にすごい素晴らしい。マニュアルシフトマニュアルシフトマニュアルシフトやってやる。いい絵が撮れましたね。これ切り抜きで使えますね。まさかのトヨタ社長が、あの、Z に乗るっていう。そうなんです。これを最前線で撮る藤本さんの写真。もうメディアより前に出るしょっぽい自撮り棒で、一番前に陣取るっていう、ね。松山来ました。松山来ました。カタログあるんですね。今ね、今トヨタ社長がね、はい、Z に乗るっていう歴史的瞬間を、田村さんこの前あれ来とったね、一回見たね、あの田村さん、え、セントラル来てなかったね、そう、歴史的瞬間にちょっと立ち会いましたよ、マジ、はい、最前線で僕はあのカメラ回してましたから、これバズらそうとして、はいはいはい、これそのしみちゃんがね今撮ってくれとってね、最前線でトヨタ社長を撮る藤本さんを抑えましたメディアより一歩前でねね、このこれこれ確かにSP にだいぶ怪しまれたそう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 、もう入ろうとしたん、このブースさん入ろうとした最後尾から僕ら並ばなあかなんで、はいはい、トヨタ社長はもうそのカーパスで入っていったと、なんかいろいろ話してはりますけども、はい、そうですね、入場の時点から上がってもらって、はい、ということでちょっとたまたまですけど歴史的瞬間でした。それでは社長 Z に乗る、Z に乗る